皆さんこんばんは、本日はですね赤坂 M です、お越しくださいましてありがとうございます。今日はですねこの組み合わせ初ですね、はい、あマイクを持って喋っていただかないと。今日はですねあのお客様もねこうやって、たくさん入っていただいてますけれども、今 4K が見えて、なんだっけビデオカメラっていうのが出てこなくて 4K の方が見えちゃったんであれですけど、ビデオがね入って配信を生配信をしております。なのであの MC するときはマイクを、あそうですね、はい、これで喋らないと。そうなんです、この会場の、ね、皆さん聞こえますけれども配信先にということですね。はい、マイク持ちましたのでよろしくお願いいたします。ということでですね、本日、新しいカルテットスイングバッププロジェクトという形でですね、そうですね、スイングジャズの名手増田秀夫さんですね、ありがとうございます。そんな肩書きで呼んでいただいたのが初めてになってる。今誰だろうって。いやいや、あれほらあんまりステージの端っこ行くとカメラの画角から外れますから。しっかり真ん中の方に行きたいと思います。ね、それからですね、まあ僕がですね、普段モダンジャズ、ビバップとかねそっちの方タイプの方の、プレイが好きなんで、そういうのをやってるんですけれども、まあ2人がね、組んだらどうなるかということで、今回このメンバーで。組んでみました。で、ね、後ろの、ドラムベースの、ね、この2人はですね増田さんのリーダーバンド。そうなんです、ね、でも、この2人のセクションですね、はい、で僕も自分のリーダーセクライブの時には、この2人のセクションというのもありますし。そうなんですね、はい、ね、なんでリーダーが、変わってないですね。リーダーが合体したというか、あそうです ね2つのバンド合体した感じでですね今日はお届けしていこうかなと思っております。もう一度紹介します。クラリネット増田秀夫、ドラムス長谷川岳、ベース山本博之、ビブラフォン拓磨義行でございます。1曲目はですね、まあ、今日 の、 あの選曲としてはですね、まあスイングバッププロジェクトという形でタイトルをつけましたので、スイングジャズの、スタンダードのナンバー、それからですねモダンジャズ系の、スタンダードのナンバーにですね、まあ、申し訳程度ですけれども僕のオリジナルをね 1,2 曲混ぜさせていただいて。いや申し訳程度なんてね、そんなね、そこが楽しみ。あのコント始めなくていいですかね。そうですか、すいません、いつものノリで。いつものノリでね、はい、ね、でもね そういう、曲を集めてですね、今日はやってみましょうということで、集まってみました。1曲目はスタンダード あれですね、スイングジャズのもう王道ですね、アバロンというナンバー、お届けしてみました。ここからしばらくですね、モダンジャズの方にちょっと、方向を転換していきたいと思いますけれども、僕はですね、20年25年ほど前かな、中学3年生だか高校1年生ぐらいの時にですね初めてジャズのコンサートというものをですね、横浜の館内ホールというところに見に行ったんですけれども、その時に来てたのが、MJQ マンハッタンジャズクインテットね、ピアニストのデビッド・マーシューズはですねグラミー賞2回3回かな、受賞してる、素晴らしいプレイヤーとアレンジャーですけれども、初めてその見に行った時にですね
アランフェス協奏曲、まあ、クラシックの名曲ですね、アランフェス協奏曲の、アレンジ、ジャズアレンジの、ね、曲をやってたんですね。まあ、そのアルバムを聴いたから、まあ、それを見に行ったというのもあるんですけれども、僕はアランフェス協奏曲というか大好きで、で、まあ、MJQ の、ね、そのアレンジを、うん、真似してっていうと言い方が悪いから、例にして、なんて言えばいいのかな、インスパイアをされて、ね、難しいマイク通さなければここであのうちうちな会話で済みますね。はい、MJQ の、ね、アレンジにインスパイアされてですね、自分で、アレンジをしてみました。アランフェス協奏曲お楽しみください。
ありがとうございます、アランフェス協奏曲に続いてお届けしたのは、僕のオリジナルでシェルハというですね、これももう20年ぐらい前に書いたナンバーなんですけれども、水が生まれてくる聖域という意味のですねあるラテン語で、ね、タイトルをつけてみました。僕のファーストアルバムにですね収録してるんですけれども、その時に、ガクちゃんはドラムじゃなかったんだよな、あの時ねコンガでね、参加してくれましたけど、ファーストアルバムはですね、おかげさまで手売り分はですね、全て、はけておりまして、はい、今の話でもし興味を持たれた方がいらっしゃいましたら、Amazon とかですね、メルカリとか、ヤフーオークションとかねそういうところでね多分流れてると思いますんで、買って持ってきていただけたら、サインはさせていただきますので、もしかしたらサイン入りのがね中古で売ってたら嫌だなと今話しながら思ってしまいましたけどね、シェルハ、お届けいたしました。実はですね、この増田さんと、なんでね、こういうふうに最近やるようになったかというと、去年一昨年ぐらいですね、船の仕事で初めて、そうでした ね船ご一緒して、今はいいんですか船って、クルーズ船ってねいろいろ問題がありましたけど、問題になる前にそうでした ねまたでもなんか、ね、始まって来年の役とか ね、 あったりしますよね。そうなんですね、じゃあよかったよかったです ね、 本当にね、いわゆるそのクルーズ船の、ね、豪華客船の、中のイベントで、ご一緒になったのが初めてだったのかな。そうでした ねあの時が初めて ね、 そうでしたね、船の中で1週間ぐらい同室で2人で過ごしてましたけどね。本当ですね、よく喧嘩しなかったですね、本当ですよね、初めましてだってねで、その頃からですね、なんか増田さんがずっとやってるクラリネットだけのビッグバンドっていうのがあって、それにね、はい、ぜひ今度ゲスト出てほしいって言っていただいてから、はい、しばらくね、後になっちゃってなりましたけど、ね、忙しかったですから ね何回何回かスケジュールが、ね、合わずにお断りさせていただきまして、本当に忙しいで断ったんですよね。そうですよそういうことにしといてください。角が立ってます角がね、角がいろいろ出てきますね、それでですね、クラリネットビッグバンドで、呼んでいただいたりということで、ね、ちょこちょこね最近ご一緒ですね、ありがとうございます。本当にクラリネットビッグバンドの CD は今日はお持ちですか。せっかくその話を出していただいたんですけどね、そちらも、Amazon、メルカリ、ヤフオク、その他もろもろで、この前ね、ブックオフかなんかの通販でね、あったんですよ。それは嬉しいんだか寂しいんだか分かんないですね。なんか流通してる嬉しいんですけどね、あれ売りに出されちゃったみたいなね。サイン書いてたら嫌ですね。サイン多分書いてるんですよね。そのブラックパイドパイパーズというですね、はい、クラリネットビッグバンド、ドラムは長谷川岳ちゃんで。そうですね。ね、僕も現場に行って初めて知ったんですけど、あ、岳ちゃんだったんだ、ドラムって。ね、そんなライブバンドでね、ライブ録音で、CD をですね参加させていただいて、そんな感じで付き合いが始まったんですけれども、このコロナのね、期間中に増田さんが自分のリーダーアルバムを作るということで、はい、はい、そうですね、今ちょうどね作ってる最中なのでまだ手元にはないんですけれども、スイングジャズバンドと、はい、モダンジャズのバンドを、そうなんです、2つのバンドを混ぜこぜにした、はい、そうなんです、アルバムということで、モダンオアスイングというタイトルで、タイトルだけはもう決まってるんですけどね。ああ、でも内容もね出来上がっ、とりあえず出来上がってますね。そうですね、元はもう出来上がりましたね、はい、ジャケットどうするかなんですね。ああ、じゃあ僕の顔写真でドーンと。マジっすかなんで俺なんだ、じゃあ僕スイングみたいなねそう、僕はねそのバンドのモダンジャズの、方のバンドでですね、ベースの山本博之と一緒に参加させてもらって、スイングの方はまた全然スイングジャズの、ね、世界の方たち、またプレイヤーをガラッと変えまして、はい、そのスイングジャズのメンバーで吹き込んだというですね、で、2種類のまたサウンドが楽しめるであろうアルバムがですね、増田さんのホームページで告知される、ホームページとか、はい、SNS で告知されると思うので、ね、ご興味ある方はですね、チェックしていただけたらと思いますが、そのアルバムに入れた、増田さんもともとね、そのスイングとかディキシーランドジャズとか、そちらのどちらかというとちょっと ね得意な方はスイング系、歴史系が得意で ねありますん でその時にですね、モダンジャズのバラードをやりたいということで、アルバムにね、一曲ボディ&ソウルというね、はい、曲を入れたので、そのナンバーをですね、4人でお届けしてみたいと思います。それではお聴きください、ボディ&ソウル。
ありがとうございます、プロディアのソウルをお届けいたしました、ということでですね、今日はステージ1ステージが45分の予定ですね。ちょっと配信の関係もありまして、実際ですね、もう予定時間はあと1分なんですけれども、5分遅らせて始めたので、はいはいはい、あと5分大丈夫かなとかなとね、はい、僕もそんな感じかなと ね思ってたんですよね。はい、増田さんあれですね、はい、どうやってクラリネット吹いてんの？あ、これあれですよ、こうこれでね、結構息いけるんですよ。そうだよね、今気づいた。いや、MC の時はね、ちょっとね、一応、はい、やっぱり、ね、このご時世なんで、ね、はい、だからこれいいんですけど、ただ、ね、メガネがね、非常に曇るんですね。ですね、はい、今メガネ曇ってて、あ、マスクしてるんだっていうの、はい、真っ白になってますけど ね後ろの2人はもうそろそろマスクを外しましたけど、あ、僕らもじゃあ、増田さんも外すんで、僕も外しますね。あ、わかりました、はい、はい、ということでファーストセット、次の曲で最後にさせていただいて、セカンドセットもまたですね、いろんな感じで、お届けしていきたいと思います、ファーストセット最後のナンバーですね。あ、その前にごめんなさい、配信をご覧の皆様、本日ですね、どのカメラがいいんですか、これね、はい、配信をご覧の皆様、本日ですね、今の見ている動画の下に、投げ銭サイトというものがございますね、そちらにですね、お心づけを、いただけると大変お店とでね、メンバーもみんな喜びますので、遠慮なくどしどしと、投げていただけたら嬉しいなと思います。今日はあとこれから何度同じことを言うか分かりませんけれどもね、よろしくどうぞお願いいたします。ということで、ファーストセット最後の曲、ありがとうございます。もうね、今回あのモダンジャズとスイングジャズっていうのでね、やろうって決めてから、この曲はとりあえずですね、まずクライネットで一回聴いてみたいなと思って、ウエス・モンゴメリーというギタリストのね、私も吹いたことないですよね、あんまりないだろうなと思いつつ、おっしゃる通り選曲してみました。ウェス・モンゴメリーの、ナンバーでジングルスをお届けして、ファーストセット休憩を取らせていただきたいと思います。
クラリネット増田秀夫、ドラムス長谷川学、ベース山本博之、高間由紀でお届けしております。9時からまた、セカンドステージ始めたいと思いますので、ごゆっくりお楽しみください。配信のご覧の皆様も、9時にまたぜひ戻ってきてください。ありがとうございます。
せいたしました。セカンドステージ始めさせていただきました、1曲目は僕のオリジナルでバケーショントラベルというですね、なんともお気楽な感じの、ね曲になっておりますけれども、今日、僕のオリジナルの中で、マサさんのクラリネットに何が合うかなというのをですね、自分の中でなんていうんですか、客観的に考えるのができなくてですね、まあ、僕のオリジナルの9割9分のオリジナルを 100% 理解、 100% じゃない、9割9分理解しているドラムの長谷川楽に聞いたところですね、なるほど、はいはいはい、増田さんの蔵にはこの曲じゃねえかということで、選曲させていただきました。バケーショントラベル、バッチリですね、どこのバンドに、まあ、僕ね、ガクちゃんとまた別のバンド、フュージョン系のね、パッド・メスニーというギタリストの、曲ばっかりを集めたバンドをやってるんですけれども、そこでもですね、裏番長みたいな、ね、裏監督みたいな感じですね、はい、まあ、あれなんですかね、やっぱドラマーってあのステージ上でね、必ず後ろにいるじゃないですか、で前に出るってなかなかないから、後ろからそのなんでしょうね、ステージ上を冷静に見てられるというか、ね、よくね、あの私に合うなっていうのが分かりましたよね。ガクちゃん横にマイクあるよ、あ、どうもこんにちはそこからですねいや、あのドラマーがってじゃなくて僕がってことで言ってくださいね、たくちゃんね、長谷川ガクが、まあ、ドラマーね、そういうあのなんていうか、あの広い目で見られる方が多いかもしれないんですけどね、確かに、ね、僕がですからね、長谷川ガクがそうですね、ということです、そそドラム長谷川ガク、ありがとうございます。せっかくここでガクちゃんマイク持ったからヤマビも持とうよ、はい、うん、じゃああとはマイクは山本博之に渡して、僕らはちょっと、え、そんな無茶ぶりですか皆さん、はじめまして、ベースの山本です。今日はどうもありがとうございますね。そうですね、この4人でやるの初めて、初めてですよ、初めてですね、うん、いやだからいつもこのセットとかこの三角形とかね、ここもあるし、あ、そうですね、うん、初めての感じがあまり僕は知ってないですね、なんかね、すごい、なんでしょうね、やっぱりあのみんな曲の理解力が早いというか、みんなね、あのそのオリジナルバンドね、増田さんのリーダーもやってるし、僕のリーダーもやってるしっていうんで、ちゃんと曲をあの読めるというかね、理解力が早い、素晴らしいメンバーで、ね、ベーシストって大体ね、やっぱりそういうのがこう、もう二人のアレンジとオリジナルがもう本当に素晴らしいのでね、何その褒めても何も出ないよ、ね、本当にMC が苦手っぽいで、今日はあのホワラあの中継じゃない、なんだっけ、ライブ配信してるから、そ う,、ね、そうなんですよ、放送事故になってる、ね、危ないんで、危ない危ないどんどん入ってきてください、お願いします。ベース山本博之、よろしくお願いします。そして、一部のお客さんから、一部を見た、お客さんからですね、一人だけ昭和のノリだと言われました、クラリネット正秀夫拍手も心なしかなんか戸惑いが見られる、戸惑いが見られるね。いやいやいや、今日でも本当に今ね、山 P が言ってくれたみたいに初めての4人なんですけど、なかなかね、初めてっぽい感じが、そうですよ ね, ね、うん、でもやっぱりね、あれですよ、あのなんとなくね、 こっちで3人で会話してる時と、うん、こっちで3人で会話してる時の2人の感じが違う、なんかね、うん、やっぱりこうね、少しピリッとした感じがねあるんですよ、でこう、いやこうしよう、なんかね、こっちねなんかね、2人のポテンシャルってもっと高いんだってのが分かりましたけど、あ、なんだなんだ書いてない、書いてないですあ、そうですね、2人の名誉のためにはそんなことない、手は抜いてない、手は抜いてない、もちろんです、もちろんですよ、手は抜いてないですから、素晴らしい2人です、ね、全国のね、皆さんに言わないけど、いやでもね、やっぱりね、面白いですよ、様子が違うから、いや、うん、できてくる音楽は当然変わってくるじゃないですか、そうですね、ね、うん、まあ、今日はね、あのどちらかというと、まあ、僕が選曲してっていうパターンが、ね、うん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 、多いんであれですけれども、はいはい、今後増田さんが、ね、指揮を振ってやるタイプのライブもこの4人でね、はいはい、あると思いますし、そうです ね, ね、ちょっとそちらの方、ドラムのガクちゃんがリーダーのライブ、うんうん、そうですね、でこのメンバーでドラムのガクちゃんがリーダーのライブはあります、ね、いつでしたっけ、10月18日日曜日か、日曜日ですね、はいはい、これは配信はあんの、
あります。あるんだ。それが、僕の Facebook からの配信になるんですけど。じゃあぜひ、はい、長谷川学の Facebook を、ね、フォローしていただいて、はい、今日あの、はいね、他のメンバーのお客さんで学ちゃんと今つながってないよっていう方もですね、多分僕の投稿で全員のことをタグ付けしてるんで、すぐ探せるかなと。で増田さんのお客さんも増田さんのところに ね僕の投稿が出てるんで経由していろいろ見ていただければ、はい、リクエストめっちゃ来たらどうしようこの後バンそれいいことじゃないですか赤い数字がもうバン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 素晴らしい。えこれは前振りですからね、誰かあの気聞かせてねお願いいたしますよ。そうですね、よろしくお願いします、まあまああのね、2,3 件はあってほしいよねあってほしい、あってほしい、よろしくお願いします。ね、まあ、そんな感じでこうやって4人でお届けしておりますけれども、続いてはですね増田さんのまだ 未発売のアルバムの、ねね、中から1曲ですね、はい、この曲をピアノレスでやるのかっていう曲をちょっと選曲してしまったんですよね。あ、本当ですね、うん、言われてみれば、はい、ビル・エヴァンスの、ね、演奏でとっても有名な、ワルツ・フォー・デビーという曲、まあ、ピアニストも意外と怖がってみんなやりたがらない曲ではありますけれど も、 もうピアノのいないこの4人でやるっていうのは無謀の極地かなと逆にね、うん、意識しないでやりやすいかもしれないですけどね、うん、じゃああまりね、ビル・エヴァンスの人にとらわれず、とらわれず、とらわれず、はい、4人なりでにね、はい、ワルツ・フォー・デビーお届けしてみたいと思います、はい、thank you.
Thank you.
クラネット増田秀夫。素晴らしく楽しんで吹いてましたね。いやー本当です ね、 ね、非常に楽しかったです。ありがとう本当楽しかったんですよね。ありがとうございます。ね、やっぱ増田さんのフィールドの方にだんだんと向かってくると、いやいい人と言ったらね、あれですけど、でもあのもうね、もうどかどかサポートしてくれますもん、本当に。もうもっといけ、もっといけって後ろからね、いやもうこれぐらいにさせてくれみたいな。いや非常に気分よく吹かせていただきました。素晴らしかったです。とんでもございません。もう一度増田秀夫ガリネット。そしてその後ろからどかどかと、後押しした裏番長ドラムス長谷川君。そんな、ね、上で、おじさん3人が遊んでるところを下でひたすら支えてくれてます、ね、このバンド一の若手ですね。一番背でかいけどね。一番背でかいけど一番若手です。ベース山本博之山本博之トリオというのもですね、来月やる予定でございますの で、 で山本博之トリオというのはですね、ここの3人なんです。そうなんです。そう、頭がすげえ変わるんです。そうなんですよ ね、 ね、あの僕とガクちゃんと3人でいるときに、ね、話をもらったんですけど、そうそう、たまたまこの3人だったんですけど、そう、ヤマピーリーダーって、ね、あまりやらないからやってみたらって言ったら、え、僕聞いてないですよね。またね、やるね、またぜひやるな、またぜひやりましょうと。そんなね、いや意外、実はね、明日もこの4人集まるんですよ。そうなんです。そうね、それから、先ほど言ったガクちゃんリーダーになって、18日、10月18日、はい、木更津です。木更津で、はいはい、この4人がまた揃ってですね、お届けしますが、まあ、そこまでは、ね、スケジュール決まってるんですけど、その後がまだちょっと、未定ではございますけれども、ね、このメンバーはいつでも集まってやろうよといえば、ね、がっつりいけるメンバーなので、またその時はぜひぜひ、遊びに来ていただけたら嬉しいなと思っております。ビブラフォン今日のリーダーでございました、宅間義行でお届けします。ね、あ、すっかり忘れてた、 CD 置いてあります。そうです ね、 ね、私の CD も、あとガクちゃんの CD も、はい、ここで一枚一枚説明してるとですね大変なので、後ほどあちらに僕らは立っておりますので、説明を聞きたい方はぜひぜひ、ね、お声掛けいただけたらなと思っております。今日はですね、スイングバッププロジェクトという形で、第1回のこのメンバーで集まりましたけれども、1曲目のね、ライブ1発目のアバロン、それからですね、その後はモダンジャズの方に、方向をですね移しつつ、今ベサメムーチョでですね、ちょっとスイングジャズ、昔のジャズにですね戻ってきたので、本日最後の曲はスイングジャズの名曲で、本編を締めたいかなと、思っております。アンコールの拍手は、いくらでもお待ちしておりますので、そこはちょっと置いときまして、4人で本日本編最後の曲はですね、スターダストをお届けしたいと、思っております。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。アンコール。もう楽器を誰もね、楽器のところから出ていかない、ね、感染症対策の観点から、皆様の方にね降りていくと余計な心配が増えるかもしれませんので、ステージ上でアンコールという形にさせていただきます。本当に本日はですね、こうやってお集まりいただきましてありがとうございました。各自ですね、メンバー皆さんだってみんな、Facebook、Twitter、Twitter やってる、みんなやってますよ、ね、インスタやってます、はい、その他もろもろ、SNS 等やってますんで、ぜひぜひですね、今後のメンバーの活動をですね追っかけていただけたら、嬉しいなと思います。もう一度メンバー紹介します。クラリネット増田秀夫、ドラムス長谷川岳、ベース山本博之、そしてリーダー、たくまよしゆき。ありがとうございます。では最後、皆様に強要したアンコールをですね、最後お届けさせていただいて、本日、お開きとさせていただきたいと思っております。最後のナンバーはですね、今スターダストでまったり、ね、このまま大人な感じで終われれば僕らももうちょっと大人になれるんですけど、ね、やっぱりまだまだミュージシャンって子供ですね。ということで、元気に最後終わりたいと思います。 You'll be so nice to come home to。
増田秀夫、長谷川岳、山本博之、宅間由周記でお届けしました。またお会いできるの楽しみにしております。ありがとうございました。おやすみなさい。配信の皆様、投げ銭もぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。